ちょっと、あなたどうしてそんなもの持って歩いてるんです？どうしてって買ったんですよ。ちょっとおかしいんじゃないです？今買ったばっかりだったらきちんと包装してあるはずでしょ。どうしたんです？だから買ったんですよ。今おかしいぞ、こんなところで裸のオカマなんか持っちゃって。あのね、七流れを買ったの。七流れを資源節約のために包装しない店なんですよ。どこにあるんです、そんなお店。あのね、じゃあ聞きますけども、あなたこそこの東京駅の高齢者かなんか持って何フロロしてるんですか、ここで。私はここで下調べ。何の下調べなんですか。あなたには関係ないでしょ。そう、関係ないでしょ。その言葉そのままあなたにお返しします。さようなら。ちょっと、いや、服装は、いや、まだ確認できてません。それで失礼します。今度新しい受付か。山さん、いや、こんなことだったらカップラーメン食べとけばよかったんですよ。畳愛子と申します。どうも。はじめ、相良君。はい。思うんだけどさ、帰ってきたら冷や飯だよね。何言ってんすか本当に。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと、人がせっかく挨拶してるっていうのに何を感じる。前も発生いたしました。はい、北島由美、9歳です。山本36の森岡から乗車、東京駅に乗る予定です。あれ、北島由美、9歳。あなた、名前は。人に名前を聞くときは自分から名乗るのがエチケットです。香取だよ、香取達夫。風見だよ、風見愛子。おい、あ、分かったよ、喧嘩は後だ。香取さん、あゆみちゃんのお父さん連絡ついた。それが何か急な電話が入ったらしくて出かけちゃったそうなんです。急な電話、それちょっとおかしいんじゃないですか。もしかして誘拐の電話だったら、うん、あのお父さんの勤め先どこ。城南大学の附属病院です。お医者さん行ってみましょう。いい、君はいいよ、校内探して。はい、抵抗してきたら香取さんは右側の男を押さえてください。私は左側の男を押さえます。いいですね。何言ってんの。じゃあ行きましょう。おい、人の話聞けよお前。失礼ですが、このお宅に何かご用ですか。あんたの。私が先に聞いてるんです。知り合いか。あなた方が北島さんの知り合いかどうかを聞いてるんです。どうなんですか。本庁の刑事が北島医師を。ええ、今朝秋田県の玉川温泉で城南大学附属盛岡病院の医師尾形雄三が他殺死体で発見されたんだそうです。その関連で北島先生を探してたんです。というと北島医師が容疑者ってことかい。ええ、その尾形を殺害したと目される容疑者が北島先生も殺そうとしてるらしいんですよ。お、まあ、どういうことだよ。警部、うん、本庁から事件資料をもらってきました。ああ、ご苦労さん。輸血ミス。はい、去年のことなんだそうですが、その亡くなった子供の担当医が殺された尾形と、そしてまた当時盛岡の附属病院に勤めていた北島先生だったらしいんです。というとその容疑者っていうのは。少女の父親です、立花修一。この男です。とするとこの立花って男が北島への復讐のために死んだ自分の子と同じ年頃の歩美ちゃんを拉致したか、うん、そんなことしたってね、死んだ娘は帰ってきやしませんよ。立花があったらそう言ってやれよ。おい、北
北島先生、銀行から金引き出した様子は？ありませんでした。よし、俺は本庁に行って事件との関連調べてくれよ。はい、そう君たちにはまだ紹介していなかったな。今日からうちに来ることになった風見愛子警部補だ。警部補？うん。俺何でしたっけ？巡査だよ。風見愛子です。昨日までいました成城北署では風子と呼ばれてたんです。風の子の風子は、どうぞよろしく。よろしく。どこへ行くの？いいから。いやだママ。早く。いやだママ。歩み、やめてよ。北島はどこにいる？北島を出せ。歩み、来い。娘を殺された親の気持ちがどんなものか思い知らせてやるから。立花、立花さん、殺すんだ。俺殺してくれ。あなた来ないで。私これ以上生きていけない。私を殺して泥棒を返して。文子、立花、ナイフをよこせ。また子供が死ぬのを見たいのか。子供のためにこの手で、俺の手で尾形を殺したかったんだ。あやみ、大丈夫だったか？ダメだわ。ふみ子、やめろ。ふみ子、ふみ子、待って。ふみ子、しっかりしろ。もう一度三人でやり直そう。また三人でやり直そう。俺も歩みも応援するから。しばらく会えなくなるけど。でもまた会えるよね。多少頑固だけど話せば分かる人だ。彦ちゃん、お父さんに甘えてごらん。